マグダラのマリア、アムステルダム国立美術館、聖エミディウスのいる受胎告知、ナショナルギャラリーカルロクリベッリは、イタリアのルネサンス初期の画家、ベネツィア生まれ、死は不明。15世紀に流行したパドバ派の工房の系統の画家と推測される。金箔を施した黄金地のパネルに名調な色彩で描かれた祭壇画は、ビサンティン美術風の流れを組む豪奢さにあふれている。 この時代、人物ごとに個別のパネルに描く祭壇画は主流ではなくなっていたが、後年までこの伝統的なベネツィア・パドバタイプの構成や装飾手法で描き続けた。画業への評価は高く、1490年にナポリ港から騎士の称号を得たとの記述が残る。19世紀初頭まではほとんどの祭壇画は元の場所にあったと考えられているが、 ナポレオンの信仰とイタリア統一の混乱により取り外され世界中に散逸した。現在では運よく残されたわずかな作品が一部の礼拝堂に存在するのみである多翼祭壇がありがとうございます。